アルベールド・ブロイこと第4代、ブロイ公爵ジャック・ビクトル・アルベールは、フランスの貴族、政治家。7月王政時代の自由主義貴族、政治家の第3代、ブロイ公爵、ビクトルの息子として、1821年6月13日に、パリで生まれた。母方の祖母は、スタール夫人である。 大使館初期館としてマドリード、ついでローマに短期間駐在した後、1848年の2月革命により一旦公職を離れて文学に専念した。また、両世界評論やウルレアニストと聖職者の機関である、週刊誌、通信員などに寄稿していたが、これらの寄稿は後に、エチュード、モラレスイリトレルと、クエスチョンズ・デレリジョニー・ディー・イストワール、そして、 ニューベル・エチュード・デ・リトラチュアイ・デ・モラールとして出版された。1856年から1866年にかけて4世紀における教会とローマ帝国を書き上げ、その功績で1862年にアカデミー・フランセーズ会員に選出された。1870年に父からブロイ公爵位を継承した。ブロイコを描いたカリカチュジョルジュラホスが1873年、 1871年初に、ウール県から国民議会議員に選出された数日後、在イギリスフランス大使に任命されたが、3月には、普通営通商条約の交渉をめぐって批判された、ことで大使を辞任、帰国して国民議会に登院した。議会で、応答派の領収として、大統領アドルフ・ティエールと対立、1873年にティエールが辞任して、 王党派のパトリスド・マクマオン元イが大統領に就任すると、ブロイ公爵は同年5月に首相兼外務大臣に任命された。11月26日の内閣改造で外務大臣から内務大臣に転じた。ブロイ公爵は首相在任中、長保守主義を貫き、共和派から激しい憎悪を向けられたほか、ボナパルティストと友好な関係を維持したことで自派である。 政党王朝派からの支持を失い、さらに王党派諸派の間で妥協案を調整しようとしたことでボナパルティストからも不協会、1874年5月16日に総辞職を余儀なくされた。1877年5月16日に再び即覚したが、同年の議会選挙では、共和派が議会多数を確保、ブロイ公尺自身も言動委議員の再選に失敗して、 11月20日に首相を辞した。1885年フランス議会選挙で再び落選すると、ブロイ公爵は政界から引退して歴史の研究に没頭、多くの著作を執筆した。1901年1月19日にパリで死去した。妻、ポリーヌを描いたドミニク・アングルの肖像がド・ブロイ公爵夫人の肖像。メトロポリタン美術館所蔵。 1845年6月18日、ジョゼフィーヌ・エレオノール・マリポリーヌ・ド・ガラールド・ブラサックド・ベアルンと結婚5難を設けた。ありがとうございます。